はい、ダビスタ98始めていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、霊光をいただいております。霊光ね。さて、あの調教をね進行させていたんですけどね、あの故障したねウィングマンがね、あの治ったみたいでね、帰ってきたんですよ。それで今週帰ってきたんですけどね、ダート合わせいっぱいをね2回して状態の方も戻ってきたんでね、まあ、現在、まあ、5月3週なんですよ。青葉賞に挑戦したいなと思います。もしこの青葉賞でね3着以内に入ればダービーも出走可能ということになりますね。はい、うん、クッケーンからね立ち直ってきたウィングマンね、青葉賞に出走させましょう。吉田豊かでいきましょう。東野豊かでいきましょう。はい、うんー、それで調教したっけな。ごめんなさいね、調教してないね。うん、これ調教がね結構ねめんどくさくてね。はい、前回はねちょっと雑談に終始してしまってね、やっぱり視聴者維持率がね、あの悪かったというか、いつもよりは悪かったですね。はい、だからね、最近はねダビスター実況の方もね、まあダビスター実況だけじゃないんですけど、視聴回数がね落ちてきてしまってね。はい、まあ、何話せばいいのかなっていうのが分からなくなってきたような感じがしますね。はい、まあ、それでなんか以前に変な話したじゃない、変な話ってこともないと思うんだけどね、あの真実は自分の心なんだよみたいなことを言ってたじゃないですか。あの話ね、あの矛盾したことを話してましたよね。ごめんなさいね、なんかね聞き直してみたらね、なんか逆のことを言ってたんでね、うん、あまりだから考えて構成を練って話してたわけではないので。あ、それとね、あのガソリンスタンドで50点って言われたって言ったじゃないですか。あれはね実は創作なんですよね。いや、創作っていうかね、あの最近あった出来事じゃないんですよ。あの数年前にあった出来事なんですよね。それをなんか最近あったように話したんですけど、ちょうどねその頃アカシアさんまさんのねラジオを、まあ、YouTube で見たんですけどね、あの過去にあった話を現在最近あった話にすると盛り上がるみたいな、そういうラジオをね聞いたところだったんで、そのテクニックをね拝借したというかね。そういうことなんですよね。うん、ただ僕はね、あのそんな、うん、創作というかね、うん、創作はそんなしないですね、僕の話はね。うん、だけど、まあ、昔の話はね、小学生の話とか結構思い違いというか記憶違いあるかもしれませんね。うん、そういうのはやっぱりもう僕も年なんで仕方ないのかなと思いますね。うん、よくわかると思うんですよね、中年になったらわかると思うんですけど、若い方わからないと思うけどね。うん、昔の記憶をね自分のいいようにねじ曲げてしまうっていうのがあるんですよ、年取ったらね。年寄り臭い話ですけどあるんですよね、そういうのがね。だから僕はね昔サッチーと会ったことあるんですよ、あの野村サッチーをね、ノムさんのまあ奥さんですよ、もう亡くなってしまいましたけどね。ただそれがね、本当にね、真実というか本当にあった出来事なのかっていうのがちょっとはっきりとね思い出せないんですよね。というのも当時ね、僕の小学生の頃だったんでね、小6の頃かな、あの友人がね、あのノムさんの率いるシニアリーグにね、あの入ることになって、シニアって中学だよね、でも小6の時だと思うんだよね、おそらく小6のだから卒業する頃かな、うん、シニアのもう練習が始まっていって、なんかそのお母さんと一緒にね見学しに行った時があってね、その時にサッチーに会ってるんですよ。うん、ただね、あのその当時はね、野村監督がね、野村さんがノムさんがヤクルトの監督やる前だったんでね、ノムさんのこともほとんど知らないし、サッチーのことなんて存在すら知らない頃でね。うん、ただなんか変なおばさんがいてね、挨拶しに行かないといけないとか、なんかおばちゃんが言っててね、お母さんが言っててね、なんか挨拶しに行ってね、素振りをちょっと一振り見せたらね、君は野球よりも勉強をやりなさいって言われた記憶がねうっすらあるんですよ。ただそれね、なんか本当の記憶なのかなっていうのがちょっとわからなかったりするんですよね。なんだあのクソババアって思ってたと思うんですけどね。ブログに記事書いたんですけど、
ごめんなさいね。また、こんな話したらね、視聴者維持率下がる可能性もあるんですけど、まあ、中年になってきたらそういうのあるんですよ。うん。でもね、なんかね、まあ、友達がね、ノブさんのシニアリーグに入ってたっていうのは間違いないんで、練習に見に行ったこともね、間違いないんですけど、やっぱりね、サッチーと会った記憶っていうのが確かな記憶なのかね。それがちょっとわからないな。うん。もちろんだ、当時からサッチーの存在をね、知っていればね、はっきりと覚えてると思うんですけど、ね。当時知りませんでしたからね。うん。なんか素振り、一振りしたと思うんだよな。もう忙しいからあっち行ってみたいなこと言われたんですけどね。なんか、そのお母さんが素振り見てくださいみたいなことを言ってね、なんか素振り見せたと思うんですよ。それが果たしてね、本当の記憶なのかね。わからないなっていう。ウィングマンね、はい。ステージチャンプにこの印っていうことは、ちょっときついですかね。まあ、先行できます。それで阪神ジベラルフィリーズはね、まあ、本命馬来ましたけど、まあ、僕は名勝勝負に期待してたんで、まあ、完敗でしたね。うん。それで、単勝オーズ100倍以上の馬も期待できるぞみたいなことを予想では言ってたんですけど、ちょっとね、統一パドック見たらね、そんなよく見えなかったな、2頭はね。うん。それで、5着に粘った馬いたじゃないですか。馬僕はパドック見てね、実は買ってたんですよ。だから名勝勝負と、プールビルでしたっけ？ワイドは持ってたんですよね。だから直線熱かったですね。直線の序盤までこれ取ったと思ってましたからね。うん。ただまあ、力勝負だったのかな。うん。名勝勝負もね、うん、やっぱり前半飛ばして中盤たるむ展開っていうのはね、差し馬がはまりやすいそうなので、ちょっと展開厳しかったですかね、名勝勝負はね。うん。ただ力のある馬が順当に来たのかなっていう印象ですね。うん。黒のもね、良かったな。パドック見たら、まだね、華奢ですけど、当日のパドックではよく見えましたね。うん。クロノジェネシスですか。頑張れ !3 着入れ、ね、いけ !2 着、ね、待ってくれ、よし。よし。あ、これで菊花賞も出れますね。本賞金加算したんで。ただ現状ダービーで勝負になるのかって言ったら疑問なんですけど、ダービー行きますね、これね。うん。復活ですよ、ウィングマン。うん、よくやった。これでね、今シーズンも菊花賞楽しみじゃないですか。まあ、ただ新馬戦とかこれ、すごい大変になるよね、これね。ちょっとね、進行がゆっくりになるかもしれませんけど、申し訳ありませんけど、ね。付き合ってやってください。だからね、芸人さんとか結構、作り話というか、オーバーに話してるっていうのもあるんでしょうね。さんまさんの話聞いて、へえ、そうなんだと思ってね、僕も、ちょっと、最近あった話のようにしてしまったんですけどね。うん。話はだから別にね、50点って言われて腹立ったっていうことを伝えたかったわけではないんですよ。あれでもね、なんか、他人の言葉を気にするなと言っときながら、格好には気をつけろよみたいなことを言ってたんでね、ちょっと矛盾してましたね。ごめんなさいね。うん。ダンベちょっとベスト体重を確かめましょう。はい。僕はだからそんな、僕はほとんど嘘をつかないタイプですからね。うん。嘘つかないタイプという人がね、嘘つくんだよみたいな話もありますけどね。うん。僕はでも、話に創作とかね、加えないタイプですね。まあ、ただ、記憶違いっていうかね、記憶がねじれてる場合もあるかもしれませんね。うん。妄想というかね、そういうのはあるかもしれないな。サッチーと会ったことも、本当にあったのかちょっとわからないよね。うん。あったと思うんだけどな。
なんでこんなこと、また故障したのこれ。まあ、故障じゃない。調子、体調崩したんだ、ウィングマン。あ、これダービー厳しそうですね。まあ、ダービー、菊花賞にね、狙いを変えましょう。はい。ラーメンマンはずっと故障中やね。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと集中しないとね。バカモンのパパはね、ちょっとガレてたのかな。まあ、このあたり、ちょっとベースト体重確かめます。ベスト体重確かめても覚えられないよね、こんだけ人数おったらね。人数じゃねえや。頭数おったらね。覚えられないわ。うん。このまま432だよね。はい。うん。綾波レイはね、ちゃんと調教詰めてますよ。はい。参ったな、ウィングマンはな。まあ、ダビーは出れませんかね。うん。治りましたね。まあ、出れないことはない。6月、3週ですもんね。はい。うん、ようやく確かめましょう。484で、うん、太め482で、うん、まだ太めだ。断平も440で、あ、ということは432キロだね。はい。うん。2キロの馬が多いね。覚えやすいっちゃ覚えやすいんだけど、ね。まあ、このままね、しっかり調教積みましょう。もうちょっと牝馬が多かったらよかったんだけどね。牝馬レースが残ってるんで、牝馬レースって結構簡単なんですけど、ちょっと残ってしまってますね。あまり牝馬育ててなかったんですかね。うん。で、まだこれ50年経ってませんよ。ダビスターの。50年経ってないから、結構ペースとしてはね、ペースが速いかどうかわからないけど、そんな年数は経ってませんね。だからダビスター3クリアしたのが100年だったんで、今回はそんなにかからないかなというところですね。うん。まあ時間的にはでもそんな大差はないのかな。ね。うん。ちょっちゅうな。ちょっちゅうな。これ以上馬体減らせられないね。うん。うん、ラーメンマンもね、ちょっとガレてきてしまいましたね。400、思想じゃねえ。あ、調教できない。ごめんなさい。翌週。ちょっと集中しましょう。ゲームにね。はい。最近なんかゲームに集中できてないので。まあ、これも意見分かれるところなんでしょうけどね。雑談聞きたいという方もいるだろうし、ね、ゲームに集中してくださいという方もいるだろうしね。うん。まあ、相違っていうのは分からないのでね。客観的にって言ってもね、難しいですよね。うん。まあ、ただね、だから視聴者維持率がね、アナリティクスで確認できるので、まあ、それが、まあ、相違というか、客観的な視点というかね、そういうことになりますよね。うん。うん、ちょっと合わせましとこうかな。ね。集中しましょう。うん、戻ってきてますね。うん。まあ、ちょっと馬体重回復させた方がいいよな。うん。悪魔将軍ってかっこよかったですよね。なんか、あの鎧の中は空洞でしたよね、確か。うん、なんか悪魔将軍となんか筋肉マンが対戦してる時に、なんて恐ろしいやつなんだって思いながら、見てましたね。うん。まあ、小学生の頃だからね。さて、次は6月3週だよね。ダービー6月3週ですよね。はい。うん、ドカベンは6キロだったと思うんだよね。466だと思うんだけど、ね。
ドカベンとか今読んだら楽しめないのかな、どうですかね。今野球漫画って言ったら何かあるのかな。最近は全然知らない。あのね、大きく振りかぶってとか、あとなんかありますよね、ダイヤのエースかね、甥っ子が読んでたな確か。あのね、なんかあったじゃないですか、クソゲーにノミネートされてた、クソゲーオブザイヤーにノミネートされていた野球漫画ね、あれなんて言うんだっけ、野茂五郎のやつあの Wii のゲームはひどかったですよね、なんか審判が後ろ向いてたりね審判が後ろ向いてストライクとか言ってたら、あれひどいよなあ。結構もうちょっとやろうか、合わせればね。はい、478ぐらいだったらいいんじゃないの。もう一段回復してほしい。よし、これで OK。 あ、結構戻ってきましたよ。うん、ただね、まあ相手次第やね。相手が弱面だったらチャンスあるんじゃないですか。吉田豊を聞いていきましょうよ。乗ってくれてますね。ダービーは乗り換わり厳禁なのでね、楽しみありますよ。弱面が来てほしいね。ブライトぐらいだったらひょっとしたらチャンスありますよ。うん、え、バカマのパパ何キロでしたっけ。ちょっとごめんなさい、なんか確かめるの忘れてんな、これな。480でどうかっていうのを調べましたっけ、全然覚えてないっていう、ごめんなさいね。ダンペは432だよね。うん、サンデーとキャッツアイだから期待だよね。まあ早熟の毛もあると思うんで期待ですよね。断平は期待やな。悪魔将軍もね、スタミナ言われてないんですよね。勝負根性言われてるんで、この前も短距離ならね、十分やれると思うんですけど、まあダービーがギリギリですかね。まあでもリアル車台なんでね、リアル車台って言ったらもう菊花賞に、もう一番強い血統と言われてた時期がね、ありましたよね。よし、ダービー行きましょう。翌週。桜世界を。ステージシャンプー。サイレンスズカ。あ、ロイヤルタッチちょっと怖いな。ウィグマン。あ、入れ込んでるわ。あ、入れ込んでる。これダメだ。入れ込んでたらダメだ。相手弱いんじゃないのこれ。あ、結構弱面だよ、これ。弱面だ。入れ込んでなければチャンスあるのにな。まあでも、丸ついてるよ、丸。先行で行かせましょう。もう先行で行かせるしかないね。あ、両馬場ね。はい。入れ込んでなければね、期待できると思うんですけど、まだレース行きましょう。これ、チャンスありますよ。うん。おい、おい。おい、おい。おい、おい。ケインからね、立ち上がった馬がね、ダービー制覇って今までありますかね。ないですよね。ないと思うな。クッケインそんな簡単に治らないもんね。うわぁ、ちょっとうちにつけてほしいんだよな。入れ込んで、ちょっと折り合い変えてますかね。うちに入れろ、うちに。あ、でもその位置でいっか。うん、その位置でいいよ。折り合いつけてね。吉田豊、頼むよ。お前に頼んだ。任せたよ。うん、しっかり俺合ってますね、これね。ハイペース、いい感じですよ。まあ、ただ入れ込んでたっていうのがちょっと不安なんだよね。最後直前、ね、下手るかもしれません。うん、ちょっと折り合い変えてるかな。うん、上がってきなさい。上がってきなさい、もう。もう上がっていっていいよ。溜めてる場合じゃねえよ。溜めてる場合じゃない。行った方がいい、行った方がいい。上がっていけ、もう上がっていった方がいい。3番についていった方がいいよ。うん、それでいい、それでいい。それでいい。チャンスある、チャンスある。もう行っていいって、溜めてる場合じゃねえって。外回せ、外。外だよ、外、外、外。よしよし、それでいい、それでいい。それでいい。よしよしよし、いい感じ、いい感じ。さて、行け。行け、行け、行け。やっぱもうちょっと前行かないとダメか。ダメか。ダメか。苦しいな。苦しいわ。やっぱスピードねえわ、このまま。スピードねえわ。もう、やっぱ最前列につかないとダメだった。相手弱かったんだけどな。
オートマチックが勝ったぐらいだからね、チャンスあったと思うんですけど、このままスピードねえわスピードがありませんでした。まあ、4着なんでね、はい。まあ、でも菊花賞このメンツならチャンスあるよね。うん、ちょっとしっかり厩舎でね調教しましょう。はい。うん、まあ見どころはありましたね。うん、まあ、勝ち負けとまではいきませんでしたけどね、はい。4コーナーまではね力が入りました、はい。まあさて、それでね、新馬戦ですね。最強世代ね。最強世代の新馬戦ね。アナミレイあたりもね、青水馬しておきましょう。うん。次出しましょうね。まあ、アナミレイはね、阪神三々牝馬ステークス取らないといけないので、まあ2歳児はね、優先して出しましょう、ね。2歳児じゃない、3歳児ね。うん。うん、バカボンのパブもね、絶好調ですね。480で。うん、ということは、また2キロだ。472だ。まあ、ボバチンはね、朝日杯取ってるんでね、はい。まあ、悠長に構えても大丈夫だと思うんですけど。ダビスタ何頭出しできるのかな？さすがにこれ全部ダービー出せねえよな。ね出せませんよね。さて、新馬戦ですね。はい。まず、綾波レイをね、優先的に使いたいと思います。ちょっと太めで行かせましょうか。ね、絶好調。太めでも勝てるんじゃないかなと。まあ、ただね、成長型がちょっとわからないんで、早熟と言われましたっけ？ちょっと覚えてないんで、大田部さんで行きましょう。はい。うん、ウィングマンはね、ちょっと、芝やった方がいいのかな？まあ、でも、菊花賞なんでね、まあ、ダート中心にやりましょうか。うん。状況をね、しっかり進みましょう。ラーメンは全然戻ってきませんね、これね。うん。うん、バカボンのパパもね、出したいところですよね。はい。1レースしかなかったっけ？うん、ねえな。まあ、ダンペあたりは、一旦落とさないとダメかな。440キロ。参ったな、これな。牝馬は次のレース使った方が良かったかな。ね。悪魔将軍あたりもね。うん、ドカベンあたりもいい感じですね。さて、新馬戦行きましょう。翌週。綾波で。一番人気来てくれ。一番人気。やっぱ早熟じゃないとね、牝馬はね。うん。あ、ちょっと飛ばしてもらった。入れ込んでませんでしたね。うん。まあでもいい印の付き方ですね、これね。戦後で勝ちましょう。はい。まあこれはそこそこ勝負根性もあるし、期待できる印じゃないですかね。まあ、リブリアといえばね、成田大臣ですけど、まあ、距離も持つと思うので、ね。あ、これはまあ、オークスまで楽しめますね。オークス終わった後も、菊花賞でもね、期待できるかもしれませんよ、これは。うん。しっかりと勝機は詰めたんでね。うん。頑張れ、頑張れ！これ勝てるでしょ。勝てる、勝てる。よし、勝った。うん、このまま強いわ。よし、よし。完勝ですね。これは期待できそうですね。あ、タイムもね、弥生にしては早いし。あ、これ強くなりますよ。うん。
まあ、小田部さんがずっと乗ってくれるかどうかっていうのはちょっとわからないですけどね。期待しましょう。うん、次誰使おうか。ちょっとダート向きの馬いるかな。勝負根性あったリアル車台の子はダート走るかな。リアル車台ってダートのイメージはないけどね。ただ勝負根性あるタイプだから、あ、でも調子崩してますね。うん。ダート戦ちょっと、使える馬いるかな。根性ある馬はね、ダートを向くと思うんですけど、ダビスタの場合ね。根性なかったらダートちょっときついですよね。このあたり、サンデーか、キャッツアイ。サンデーキャッツアイって言ったら両欠だよね。キャッツアイってオークス2着馬ですよね。はい。トニービューのダート向いてねえよな。まあ、これ次出しましょうね。はい。まあ、ボボはね、そんな焦らなくていいので、あ、回復したね。まあ、これもほとんど、合わせ馬調教とかできてないんですよね。うん、これも馬体重回復させましょう。ウィングマンはダートを中心にやっていきます。うん。断平出しますか。断平出そう。ダート走らないことないでしょ、これまあ。パークリンジェントってダート走ったんじゃなかったでしたっけ？勘違いかな。サンデーでダートはね、まあね、いますけどね、ダート版ね、サンデーで。サンデー、ヌレイエフがね、ダート走るって言われてましたよね。うん、名前が出て、ゴールドアリュールね、ゴールドアリュール。とかね、ダンスパート、こう、ツダービクトリーとかもそうですよね。サンデー、ヌレイエフで。ね。調教したっけ？あ、してますね。はい。調教木曜日というか、水曜日と木曜日か調教ね、ちょっとしておこう。うん。うん。水木だ、やっぱり。よくしろ。まあどうですかね。うん、やっぱダート向いてないのかな、これ。まあでも勝負根性ないな。あ、でも相手が強いね。ダイナマイトダディとかね。ちょっと苦しい。断平には期待してたんだけど、まあ、ダートが向いてないっていうこともあるかもしれません。ね、ダイナマイトダディって言ったら、土地栗の馬ですよね。土地栗毛の。ね。まあ、ダイナマイトダディもね、芝馬だと思うのでね。そんなダートは向いてないと思うんですけど、さて、ダイナマイトダディは沈んだでしょ、番組に。粘ってくれ、粘ってくれ。粘ってくれ、あと100メートル。粘ってくれ、ダメだ。うん、頑張ったんですけど。ね、うん。まあ、ダートは難しいですね、はい。うん、それで最後、一戦使いましょうか、なんか。うん、あやめレイは次使いましょうかね、はい。よし、絶好調。うん。ウィングマンも絶好調になりましたね。何かしらレース使いますか。まあでも、調教しっかりやりましょうね。調教積みましょう。はい。うん。ラーメンもね、いい感じですね。ちょっと馬体重回復させよう。そして、バカバンのパパをね、使いましょうね。まあ、輸送になりますから、ね。太めでいいですよね。使いましょう。1200メートル。函館3歳シンバ。うん。タッキー登るが乗ってくれるよ。これは期待できるんでねえの？マクマ将軍は422位ですよね。はい。これは小倉かね、新潟でおろしましょう。うん。
さてパワーにもね期待してるんで、一番人気が来てほしい。センタームービングあたりは強いかもですね。はい。入れ込んでると。あ、これも勝負根性ないタイプだな。ダービーキングダムあたりが勝負根性20丸っていうのは、相当ないな、これな。これはちょっと厳しいかもしれませんね。勝負根性ないかもしれません。パパはちょっと期待できそうにないな。根性ないまん、やっぱり運動向いてないんだよ。やっぱりスポーツって根性ないと向いてませんよね。僕だから、性格的にはね、僕、本当スポーツって向いてないんですよ。今更思いますね。運動にはあんま向いてないんだよね、性格的には。だけどやっぱり学生時代運動するっていうのはいいですよね。本当思いますね。ちょっと厳しいな。まあ、というわけで今回これで終了しましょうかね。はい。31分。ちょっとやりすぎですかね。まあ、ただね、G1 あと4勝残ってますからね。大晦日までにね、あと G1、2、3勝はしておきたいので、視聴回数増やしたいならもうチャンピオンジョッキーやれよっていう感じなんですけど、旅スタやらないといけないんで、というわけで今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。